アクセル・ヒューゴ・テオドル・テオレルは、スウェーデンの生科学者、ノーベル生理学・医学賞受賞者。彼は、ツル・テオレルと、アルミダ・ビルの息子として、リン・シェーピングに生まれた。カテドラルスコーランの高校に通い、1921年5月23日に、試験にパスした。9月からは、彼は、カロリンスカ研究所で医学の研究を始め、1924年に、 医学の学士号を取得した。その後彼はパリにあるパスツール研究所のアルベール・カルメットの下で3ヶ月間微生物学を学んだ。1930年、彼は血液中の死亡の理論で医学の博士号を取得し、カロリンスカ研究所の生科学の教授になった。テオレルは酵素の研究に一生を捧げ、酸化酵素と その作用の発見により1955年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。彼は以前、カロリンスカ研究所の研究員だったが、同研究所の研究員として、初めてのノーベル賞の受賞となった。彼の研究は、肝臓でアルコールを分解するアルコール脱水素酵素の研究の先駆けとなった。彼の研究は、スウェーデン国内はもとより、 世界中で賞賛され、フランス、ベルギー、ブラジル、アメリカ合衆国などで名誉学位が授与された。ありがとうございます。